はい、こんにちは。投資家で医学修士のタクです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今日はね、ノバ社、ノバルティスファーマね、ノバ社のね、あの事件についてちょっとね解説をしていこうかと思います。まず最初にチャンネル登録といいねとぜひよろしくお願いします。チャンネル登録は右下のところにありますので、そこを押してもらうとすぐできます。はい、では、ノバ社の話をしていきます。まあ、これがね、今出てるのがこちらがホームページになります。で、これをね開くと、まあ、こういう感じになっててになってますね。で、まあ、僕はね、一応医療関係でね、大学院も出てるんでここを見てもいいんですけど、今回はねこの左じゃなくてねこの右を見たいと思います。信頼回復に向けてってところをね見ていきましょう。ここですね、信頼回復に向けてってことでね、医師主導臨床研究や副作用報告遅延の問題発覚後、再発防止を会社の優先課題として様々に取り組みを進めてきますと。で、なんか、うんぬんって書いてるんですよ。で、検察の上告についてと、高圧薬ディオバンね、ディオバンに関する、この治験のサブ論文において、虚偽の、ね、記述を行ったとして旧薬事法第66条違反に問われた裁判において、東京高等裁判所は一審の無罪を判決指示し、検察の、控訴を棄却し無罪判決が言い渡されましたっていう風になってますね。で、東京高等検察庁は最高裁に上告申し立てを行いましたとなってます。これね、今どうなってるのか僕知らないんですけど、上告を行ったんですかね。で、今どうなってるか知らないですけど、まあこれ僕投資家として、まあ、意見言ってもいいんですけど、今日はね、ちょっと医科学修士として、医学を学んだ人からね、ちょっと医科学を学んだ人からとしてちょっとコメントします。まあね、このね、この論文不正には、まあ、いろんな大学が絡んでたと思うんですよ。慈恵会とか、千葉大学とか、あと、どこだったっけ、滋賀医科大学とか、京都府立とか、あとどこ？あと忘れちゃった。あと一つぐらいあったと思うんですけど、まあね、そういうところがね、研究費欲しさに、論文を捏造したんじゃないかっていうね、ことになってます。まあね、研究費欲しくてもね、論文は捏造したらダメですよ、これは。これはダメ。絶対ダメね。このね、なんで捏造したらダメかって言ったらね、その論文をね、見てね、読んでね、似たような研究してね、やる人が出てくるんですよ。あれ、同じような研究してんのに、このスタディ通りにならないよね、とかね、なってくるわけで。まあ僕、その論文を全部見てないんで、なんとも言えないんですけど、そういうことが起こっちゃったりするんで、ね、本当に後からね、論文見た人がね、これできないじゃん、みたいになっちゃうしね、再現性のない論文を書くっていうこと自体ね、もう学者として失格ですよね。医学研究において再現性のない論文を書く時点でもう失格ですね。何だったっけ、なんとか細胞とかです。スタップ細胞とか言ってね、スタンプじゃなくてスタップ細胞かな、なんか変な、あったじゃないですか。ああいうの、再現性のない研究っていうのが一番ダメでね、信用を失う行為ですね。で、まあ、本当にね、こういうことはね、やってはいけませんとかね、まあ、言うのは簡単なんですけど、実際ね、これね、まあ、この伸ばしただけじゃないんだけど、こういうね、うちの、これ、製薬会社の人聞いてたらね、まあ、製薬会社の方もいると思うんですけど、製薬会社の方ってね、うちの会社のこの薬をね、他の会社のあの薬よりね、なんかいいっていうのをなんか証明してほしいってね、これよく言いに来るんですよ。
で、僕ね、知り合いの先生もね、循環器の先生もね、これは会社名言っちゃったらダメだから言わないですけど、ある会社からね、循環器の会社からね、有名な薬があるんですけど、いや、この薬は他の会社の薬より絶対いいんですって。それを証明するために、ちょっと何かやってくれませんかっていうことを言われたっていうのを、まあ言ってて、まあみんなそうなんですよ。製薬会社ってそうやってね、まあ、いい論文を書いてほしいってね、いいっていうのは、自分たちにとっていい論文を書いてほしいって言ってね、こうやってね、迫ってくるんですよ。で、そういうことが日常茶飯事にあります。まあ、僕のね、その知ってる先生はね、まあ、こう言ったらしいんですけどね、こう言ったかどうかわかんないですけど、まあ、僕には聞いた話は、なんかね、嘘は書けないんだよって。論文だから、そのね、データ取ってね、こっちがこれよりこうなったのに、それをね、書き換えたりとか、そういうことできないってことを言ってました。だけど、もしね、そのなんか一部にね、何かの優位性があったらね、そこはね、書けますよって。その研究だから、その一つばっかり取るわけじゃなくて、いろんなね、データとか、いろんな研究手法を用いてやるわけで、その中で、なんか一つね、ここがここよりこう、なんか優位になってるとかいうのがあれば、それは出せますけどっていうのを言ってました。まあ、僕の先生ね、恩師の先生ね、結構真面目な人でね、超有名な人なんですよ。本も出してるし、超有名な人が一人いてね、その人が言ってました。っていう話をすると、これね、製薬会社の人が聞いてたらね、これ営業のね、ツイッター来るかもしれないです。まあ、それは来ないかな。まあね、製薬会社の人ってとりあえずね、先生とコネクションを取りたいとかね、先生何かお願いしたいからね、いろんな周りの人にね、こうコネクションを取るんですよ。わかります？こっからちょっと製薬会社の話になっちゃうんですけど、製薬会社の人っていうのはね、その先生とコネクションを取るためにね、病院の前とか大学の前に立ってるんですよ、本当に。で、大学の前とか病院の前に立ってて、先生とアポイント取る人が非常に多いと。別にそういう人ばっかりじゃないんですけど、そういうのが結構多くて、先生の動きっていうのをすごく知りたくてね、その周りにいる人たちとこう仲良くするんですよ。いや、これ本当、本当、製薬会社の人いたらね、コメントくださいね。先生と会いたいからね、周りのその、スタッフね、医療スタッフとかね、あと同じ医者の人とかね、いろんなとことね、こうコネクション作ってね、いい顔してね、ニコニコしてね、話したり誘ったりとかね、して信頼関係を築くんですよ。で、それがまあ最終的にその上司の上のね、先生にまあ直結するためわけでね。だからね、あれなんですよ、周りの人とかもね、すごいこう気を使って、こうなんかね、アクション取るんですよ。で、まあ、はっきり言ってね、そういうのね、もううざいっすよね。って、まあ、僕の知り合いは言ってたんですけど、僕の知り合いね、そういうのね、本当なんかうざいですよねっていうのを昔言ってましたね。あとね、大学の建物のね、前とかに立ってるんだけど、みたいなことすごい言ってる人がいたんですけど、まだまだ子供だなとか思いながら、まだまだ子供だなとか思いながらね、僕は思ってました。大学の前とかにね、大学病院とか大学の前に立ってるのね、それ当たり前じゃないですか、仕事なんだから。そんな朝から晩まで一日中立ってる場合もあるし、なんか仕事終わった後ね、製薬会社の人とかがね、ずっと立ってるんですよ、夜。皆さんね、製薬会社の人ってね、仕事楽だと思ってる人多いと思うんですけど、厳しいですよ。朝から来て、その業務とかやって終わって、もちろんその搬入とかある人もいるし、営業もいると思うんですけど、なんか営業事務みたいな人もいると思うんですけど、だいたいね、自分の仕事がね、全部終わって、他の病院とか回ったりして終わって、で、なんかこの契約取りたいとこの病院の前で立ってるんですよ。ずっと立ってるんですよ。ね、自分の仕事終わった後にずっと立ってて、声かけるんですよ。で、まあなんかね、その周りのね、その人の流れとかももちろんつかみたいからね、同じその研究室とかね、
医局のね人だったら、まあ、声かけたり、途切れちゃった、ごめんなさい、途切れたかもしれない。でね、その同じね医局とかね、同じそのなんだろう研究の室の人とかね、声かけてね、こうなんか先生の様子を探るっていうことをね、まあ製薬会社の人はします。まあこれ僕かなりいい話してるんでね、製薬会社の人いたらなんかコメントください。いやなんか YouTube に書くのちょっと怖いっていうんだったら、Twitter でもいいんでね、なんか書いてください。僕結構詳しいですよ、本当に。それでまあそういう感じで営業すると、まあね、製薬会社ね人ね本当大変ですよね。あれ製薬会社の人ってね、一日中立ってますからね、下手したら。そういう場合もあるし、仕事終わってからずっと立ってるのもありますね。まあそういう感じかな。まあ僕の知り合いに製薬会社ではないけど似たような関係の仕事してる人で、もう何人もいるし、メディカルスタッフも何人もいるし、まあ僕一番詳しいんじゃないかなっていうふうにまあ思いますね。一番詳しいっていうのは、その何だろう、一つの部署にだけ集中してなくて、もう全て全体の流れを知ってるみたいな感じですね。まあそうだよねというふうにまあ僕は思ってます。でね、だからちょっと本題に戻るんですけど、まあこういうね本当にいい論文書いてくれって本当にいっぱい来るんですよ、製薬会社のやつが。だけどね、モラルある先生はね、そんな論文捏造なんかできないよってこれねはっきり言いますからね。わかります？だからモラルのない人たちがね、そこの会社にねいいような論文をね書いてね、研究費もらってるわけなんですよ。まあそういうの本当しちゃダメだからね、国もねなんかしないと、ペナルティー課さないと。そういうなんか研究不正した、大学には研究費削減するみたいなね、そういうのやったらいいと思いますけど、研究費削減するみたいなねとか、あと科研費か、科研費じゃないな、そうか、科研費か、研究費のね応募にねペナルティー で出せないとかね、応募できないとかね、研究費獲得するのに応募に出せないとか、そういうのにねペナルティー与えたらいいと思います。あれ、なんか画面が変わった。ちょっと僕眠りかけてたわ、自分で喋りながら。はい、ごめんなさい。ということで今日はねこれで終わります。トークになっちゃったけど、はい、今日もねありがとうございました。最後にチャンネル登録といいねとぜひよろしくお願いします。